こんにちは、小泉歯科医院院長小泉貴博です。動画を最後までご覧ください。小泉歯科医院は患者様にとってアットホームで安心して通える歯科医院です。入れ歯や差し歯でお困りのご高齢の方から小さいお子様まで幅広い年齢層の患者様がお越しになります。またお子様の虫歯や歯並びの相談で女性の小児歯科専門医を希望される患者様も多くいらっしゃいます。平日は朝8時30分から夜7時まで、木曜日と土曜日は昼12時まで診療しています。患者様は不安を持って来院されますので、安心して通っていただけるよう明るい笑顔でのお迎えを心がけています。当院は地域密着型の歯科医院で、入れ歯、差し歯、小児歯科、歯科口腔外科はもとより、お医者さんやケアマネージャーの方と連携した訪問診療も行っています。治療が終了した後も歯の健康を維持するために定期検診に通っていただき、何でも相談していただけるよう患者様とのコミュニケーションを大切にしております。診療に使う器具は患者様一人一人に対して消毒・滅菌を徹底し、安心して治療を受けていただけるよう心がけています。当院では日本小児歯科学会認定小児歯科専門医である私小泉みどりが主に小児の治療を担当します。 CT レントゲンを設置しており、お子様の歯の成長に応じたきめ細やかな診断治療を行っています。虫歯や歯並び、歯磨きなどのご相談も受け付けています。お子様の治療を始める際は、治療ユニットに自分で座る、使用する器具の説明をするといったステップを設け、自然と治療に入っていけるように心がけています。また恐怖心の強いお子様にはリラックスして治療を受けていただけるよう、正気吸入鎮静法も行っています。お子様やお母様の歯の悩みをしっかりとお聞きして診断説明をし、十分にご納得いただいてから治療を行っています。小泉歯科医院は入れ歯が合わない、外れやすい、噛めないなど、入れ歯でお困りの方や差し歯が気になる方にしっかりとお話を聞いた上で治療に取り組んでいます。また地域の病院と連携した口腔外科処置や訪問診療にも取り組んでいます。当院には
女性の小児歯科専門医も在籍しておりますので、お子様も安心して治療を受けていただけます。治療が終わった後では子どもたちが楽しく帰れるような工夫もしています。私は地元堺のこの地区で育ちました。お子様からご高齢の方まで全ての世代の方に対応できるよう優しい医療の提供を心がけております。常に最新の医療機器や技術を導入し、患者様には安心安全の治療を提供しています。私たちは堺市泉ヶ丘を中心に、泉市大阪狭山市周辺の患者様に満足していただける治療を提供しております。小泉歯科医院へのご来院お待ちしております。